プロ麻雀協会の日向愛子です。スリアロ MVP の友添プロがスケジュールの都合で来られなかったので、私が代わりにやらせていただきます。最高位戦という団体はプロ団体の中で最も歴史が長く、強者たちがいっぱいいる恐ろしい団体です。いや、恐ろしいダメだな代表がすごく優しくていい団体です代表最高日本プロ麻雀協会の鈴木達也です。日本プロ麻雀協会は若手中心に作られた団体で、まだまだ他の団体よりは若い人がいっぱいいるんで、応援してください。麻雀連合の三原貴博です。今日は負けどオーガーではなくて選手として出場させていただきます。麻雀連合も他の団体と同様のプロ団体ですけれども、ライセンス的に認定プロと、ツアー選手に分かれています。プロアマ混合のタイトル戦競技会が充実しているというのが売りとなっております。 RMU 所属河野隆です。RMU はプロ団体対抗戦の中では一番若い歴史なんですが、その分少数精鋭、強いやつが集まってくる団体です。楽しくやりながらも、みんな勝ちたいと思ってます。絶対勝ちます。山田デンに関して言うと、教室の先生やってるんで身だしなみっていうのはしっかりしてますね。麻雀は決して弱くはないんですけども、まだ一つ殻を打ち破ってない。今回のこのイベントに参加することで殻を打ち破ってほしいなと。ベテランの堂島さんが出てきます。信頼はしておりますが、麻雀は手が遅いです。存分に昭和っぽいいいところを出してくれればいいかなと思ってます。最初水瀬だと思ってて、漢字間違い読めなくて水瀬だって後で気づいたんですけど、頑張ってください。おしゃれおしゃれ、佐々木さん、おしゃれおしゃれですかね。でも何でも着こなせると思います。 A リーグでとっても強い方なので、おしゃれはともかく勝ってくれます。うちのヴィーナス枠は、アカネチンです。可愛い顔して怖いんで、なかなかですね、喋ったこともないです。麻雀は結構しっかりしておりますので、やってくれるんじゃないかなと思います。正直一番期待しています。相打ちは昔はそんな麻雀強いかなとは思わなかったんですけど、この頃結果も出してきて、この前久しぶりに打ったんですけど強いなって思いました。ヒカルはまだ入ったばっかりなんですけども、ものすごく愛嬌があって可愛いです。麻雀の実力は全く知りません少しは知ってますけどね。ヴィーナスって何ですかね幸運の女神になれるように私も力を添えたいと思いますとてもね、綺麗どころの方が揃ってるので、私も負けないように頑張りたいと思います。河野さんはイケメンです。河野さんはあれです、可愛らしくてとても笑顔がお猿さんに似てます。 B1 リーグでとっても強い方です。田中さん、負けたらもう口利きません。三上達明、顔がすごい彫りが深くて、背も高いし、早見小道に見た目はかっこいいんですけど、ちょっと
こう堅苦しいっていうかコチコチっていうか動きもギクシャクしていてロボっぽい動きぶりを見ていただければいいかなと思います。イケメンな顔してる割には麻雀が結構攻撃的だなっていうふうには印象が受けるんですけど、まあ、頑張ってほしいです。大井貴晴、年の割にはね、まあ、イケてるフェイス、イケてるスタイル、イケてる、まあ、あのファッションなので、まあ、全然イケてると思います。ただ他の団体の代表の人たちが全員大井よりイケメンです。まあ、麻雀の実力は他の団体の人には失礼ですけどもピカイチですね、この団体の中では。巨漢枠は、川崎智弘という、はい、ツアー選手を出場させます。まあ、イメージとしてですね、8番キャッチャー、まあ、キャッチャーというですね難しいポジションをやっているのでレギュラーとして使っているが、打つ方は正直あんまり期待していません。まあ、当たったら儲け物という感じで今回は、出させていただきます。松ヶ瀬は弱くはないです、まあ、むしろ強いです。ただし結果というものが、出てないのかなと。もしかしたらその有り余る素質が今伸び悩んでるのかもしれません。今回をきっかけにしてほしいなと思ってます。そうですね、麻雀はあんま一緒にしたことないんですけど、来年 A リーグに上がってくるってことで、まあ、来年は敵なんですけど今回は仲間なんで一緒に頑張ってほしいです。関枠で岩本さんは本当にドスコイ麻雀で本当に強いです。今年 B1 リーグにも昇級しまして、この力はもうみんな投げ倒すんじゃないかと思います。頑張ってください。あ、出た。ファイトゥーチートゥードラゴンさん、いやドラヨン、ドラヨンか、あーガッツポーズ、あーなん、あの条件クリアしましたよ。やったみんな。MVP の友添さんは大将ということでアフロで蝶ネクタイで早いです。マージャン打つのアフロで蝶ネクタイでマージャン打つの早いです。以上です。意外といいじゃん。内弁慶、シビ、オカマ、しょぼんじゃねえよ。釣り屋さんの企画で麻雀打ったわけではないので MVP をいただけて、まあ、ちょっと、嬉しいかなと、はい、一番こう立場的にキャラ的に美味しいのは4人負けてもらって自分だけトップ取るみたいな。最初4人打ってる間はみんな負けろと心の中でですね、はい、ちょっと念を送っとこうかなと思ってます。出た。なぜ言い訳が入る。うわ、これなんだ。うわ、嘘。嘘だ。嘘だろ。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいです。はい。このスリアルの舞台が相性いいんで、まあ、今回も頑張って勝ちます。はあ、今度こそツボだ。おめでとうございます。2014年度の王座決定戦は優勝したんですけども、まあ、その鉄人で負けてますんでね、その MVP に選んでいただいたというのはまあ嬉しいことであるんですけども、メンツ的にこれはっきりと勝負になるのは達也いないと思います。他の2人が僕と達也の戦いにどこまで入ってこれるか、もしかしたら全然入ってこれないかもしれないんで、
まあ、視聴者の皆さんがそこのところも見どころの一つだと思います。まあ、僕が来る前にほぼ勝ちを決めてほしいなと。 RMU さんはすごいベテラン揃いで本当にちょっと正直怖いなと思うんですけど、まあ最高戦かな。まあ面積には RMU が結構強いかなとは思うんですけど、自分たちも負けてないんで優勝目指して頑張ります。協会さんは今度また可愛らしい女子まで連れてやる気じゃないですか。でもまあ最高戦かな。うちの団体まだ1回も勝ってないと、たまにはねいいところ見せたいかなとも一応思っております。またね、郷さんは郷さんが今回いないんですよね。でまたなんかちょっとイケメン揃えてきて、まあでも最高戦かな、最高戦かな。12月27日17時からニコニコ生放送のマージャンスリアロチャンネルにて、獅子神降臨クライマックススペシャル4団体対抗戦、お見逃しなく。